お前ら、やっと来たか。結構長い間、あいつらを追いかけてたんだが、どうだ、お前らの方は。あったという。そうかそうか、お前らも。だが、大丈夫だ。俺様は、どんなプランなんだ。忍のやつが、リーウェイで勉強して帰ってきた時、あることわざを教えてくれた記憶がある。そう、それだ。前回、俺様は人を脅かすことに夢中になるあまり、逆にあの人をたぶらかしてた連中に脅かされちまった。今回、俺様はまず近くで状況を見て、あいつら3人が出てたら俺様の方から奇襲をかけるつもりだぜ。まあ、お前らの方はとりあえず前回と同じく安心して肝試し大会に参加すりゃいい。じゃ、ま、あいつ、ま、でもあいつの計画。あ、これで漆黒ドロドロの真実も。意味不明な話はそこまで。そうなのですね。肝試し大会の主催側にとってすごく怖いという嘆きのお言葉は。あ、そうじゃないぞ。この肝試し大会に何かおかし、そのことで何か不都合でも。肝試し大会に参加する全ての人の気持ちは心の奥底で、恐怖を抱く対象が目の前に現れる。しんとした真っ暗な森の中に、その期待に応える何か。今、あなたたちの後ろで凶悪な笑みを浮かべる怪物が、あなたたちの振り返る瞬間を待っているよ。やめろさすがですね。また小さな試練を乗り越えられましたね。お相手の方はいかがですか。あれ、オイラたちすでに。確かに前回あなたたちは素晴らしいご活躍で勝利され、そのままの組で勝負したいというお気持ちも理解できます。しかし残念ながら、この肝試し大会では毎回新しい仲間と共に、ちょ、もし試合が開始されるまでに。ああ、もう分かってるぞ。試合開始までに組めなかったら、そのまま近くにまだチームを組んでいないやつがいるかどうか確認してみようぜ。よっ、肝試し大会の1周目を勝ち。トーマ、お前も1周目から行っ。うん、でも前回俺の後をこっそりつけてるやつがいる気がしてさ。シャブ業のものじゃなさそうだし、誰かがわざとこの催しを破壊しに来たんじゃないかと思って。だけどあいつは思った以上に逃げ足が早。もしかしてそいつは破壊しに、人を脅かしに肝試し大会に。うん、た、それより今度こそ俺は腕を振るうつもりだよ。うん、そういえばトーマは階段が。そうなんだ、だから俺が本気を出せば君たちの手強いライバル。はは、冗談さ。俺は商品なんかに、せっかく若がくれた休暇だし、試合の勝ち負けよりもちゃんと羽を伸ばし。君たちは相手はいるのかい。よかったら俺と組まない。そうか、ありがとう。君たちを今回も勝たせてあげられるかどうかはわからないけど、全力で行くよ。どうやらお相手が見つかったようですね。もちろん勝利そのものが幸運であるかどうかは考えものですが。とにかく今回探してきてほしいものは、その名も扇っていうと、オイラも知ってるあのシャブ業の当主自らお選びになった扇は今ちん。さて、導きの準備はすでに整いました。持ちこたえられそうにない時は諦めたり。
何か落ちてきたか。ああ、オニカブトムシだったのか。そんなに緊張しなくていいよ。この虫はとても温厚で、見た目ほど怖くはないから。俺たちよりも、こいつらの方が怯えちゃったみたいだな。先に行こうか。ゆっくり木に登らせてあげよう。どうしてあの浮いてるスミレより俺たちの後をついてくるんだ。どこだ。うわ、本当にあった。浮くスミレウリがあるとは思わなかったな。一体どうやって浮いてるんだ。今は冷静にそんなこと考えてる場合じゃないだろ。早く逃げろ。少し休憩しないか。何を食べようか。トーマは余裕があるな。まるでピクニックしてるみたいな感じだぞ。確かに手作りの寿司とおにぎりを持ってきたけど、食べるかい？お、いいな。この彫像、オイラを見てるような気がするぜ。お前たちも食べたいのか？ちょっと待てよ。この彫像ってこっちを向いてたか。ろうそくも消えたね。もしかしてここにも何か恐ろしいものがあるのか。とにかくまずは寿司を君に。今はそんなことしてる場合じゃないだろ。早く逃げろ。待てよ、どこに行くんだ。待てよ、どこに行くんだ。まさかこんなところに屋台があるとは。何か美味しいものでもあるのか。わからないけど店主はここにいないみたいだ。よく見たらこの屋台少し汚れてるな。木材は古いし埃も溜まってる。仕方ない、掃除を手伝うよ。あれ、ここにも屋台があるのか。それに、なんだか見覚えがあるような。いや違うぞ、これってさっきの屋台じゃないか。また来たぞ。オイラたちについてきてるみたいだ。誰か助けてくれ。この提灯、いい時に来てくれたな。道がだいぶ照らされたよ。そうか。この提灯なんだか不気味に見えるけど。これ探してた扇じゃないか。どうやら今回俺たちはついてたみたいだね。どれどれ。花火の模様が描かれてるぞ。意外だな。てっきりアヤトは扇子を選んだんだと思ってたぞ。確かにこれは若が普段使っているような扇じゃないな。まあとにかくお題の扇も見つかったことだし戻ろうか。イットはまだ怪しい奴らを追いかけてるのか。おいら、お、君たちはまだここにいるのかい。3連勝まで残り1試合だな。体調と精神。これでもう逃げ場は。いた。まさか逃げろって言ったのに、どうして逃げなかったんだよ。何を言っておる。我らがそなたを放っておくわけがなく。もう何も言うな。そんなに食いたいなら僕たちさ、たとえお前の腹の中に入ったって僕たちは屈しないからな。
食べるだの食べないだの、お前らは何かのおいっとも、なんでずっと黙ってるんだよ。こいつらなんか見覚えがあるんだよな。あ、鬼バーバが見せてくれた妖怪百科にヨウコとカッパ、それに一つ目小僧だ。そ、ようやくわかったか。おいら一目見た時からわかってたぞ。あんたは気性が荒く底知れぬ力の持ち主で、見かける妖怪すべてを丸くこねてくっ、そんなデタラメな噂。それにお前らこそずっと人をたぶらかしやって。い、俺様は見たぞ。お前らがこっそりこいつの後ろをついて、ま、お前らの仕業だったのかい。人を脅かすつもりはなかったんだ。おいらたちはただ、本当か？怒ってないの？さっきは何回も脅かされたけど、とにかくまず理由を聞いてから許すかどうかは。か、実は我らは祭りを開催したいのだ。妖怪たちが主催し人も参加できる祭りを。あ、エイが言ってたやつだな。三千花祭りか。その名前なら昔の大妖怪たちが開催した賑やかな祭りだったらしい。俺様の新たぎ極上三千花祭り、それは確かに我らの夢ではあるのだが、実際百鬼夜行の時代はもう戻らぬ。我らはただ山に住まうしがないよ。ご覧の通り我らにはほんの少しの妖力しか残っておらぬから、ちゃんとしたま、それでも我らはこの方法で人と接触したい。そして感謝？そうだ、オイラたちは野外に住んでるから、あいつらはオイラたちの縄張りに入ってきて、うわ、オイラたちがようやく一息つけたのは人間の冒険者たちがのに。なるほどね。人から恩を受けたからには、力不足だとしても恩を返し、気を落とすことはね。お前らも堂々とした男だぜ。ってことは砂浜の秋津遊芸はお前らが用意したの？そうだよ、遊んだ、面白かった。伝説の中の秋津羽遊びを参考にして作ったんだ。妖力が残り少なくなったから森に屋台を置いて。そなたたちにずっとついてたのはその反応を見たいからだ。秋津遊芸ってそんなに大事なものなの？もっと美味しい食べ物の屋台を作ってくれたら。おい、そういう、実を言うと我らは今まで人間に接触したことも、秋津遊芸を優先して建てたのはとあるで、あ、それって数百年前妖怪と人間が祭りで出会ったもの。数百年前三千花祭りにとあるモノノフが迷い込んだ。どうして人がここに？結界を張ったってのによ、全く困ったもんさ。祭りの最中、妖怪たちは話し合い彼を追い払おうとしたが、この時とある声が聞こえた。せっかくの我らが祭り楽しませてやるのが一番だ。妖怪やら人やらを分ける必要はなかろう。それは辛抱熱き妖怪の声だった。彼が口を開くや否や妖怪たちはピタリと静かになった。おい小僧、いける口か？あ、それなりには。おほう、では我らと共に今夜の共演を楽しんでくれ。こうして大妖怪と侍は共にひとときを楽しんだ。祭りの最後には秋津羽遊びで思い切り勝負して引き分けとなり、深い友情を築いたのだ。これは驚いた。ひとごときが我の動きについてこられるとは。千変万化の妖力を拝見できて自分も剣術の糧を得た。刀が得意か？自分はより強い相手を求めて各地を旅しているでござる。ではこういうのはどうだ。これから10年ごとにここで勝負するのだ。楽しみでござるな。言い伝えによれば三千花祭りは
参加者を思う存分楽しませて帰らせるもので、秋津羽遊びは友情。だから、こうして祭りをやろうというとき、すぐに秋津羽遊びを思いついたのだ。だが、本物の秋津羽遊びは、とうの昔に消えておる。我らは、通りすがりの商人からは、あれは僕たちのせいじゃない。おいらたちも、どこに問題があったのかさっぱりなんだ。先日我らは、秋津幽芸を封鎖して、どこが悪いのかしっかり調べたが、結局何の問題も見つからんかった。こいつらが嘘を言ってるようには見えないぜ。本当に想定。でも、あの事故から誰も来てくれなくなった。そう。それから、水色の髪をしたアンちゃんがやってきたんだ。鋭利な目つきであったから、おそらく我らに気づいていたのであろう。だが、彼は何も言わずにすぐ去っていった。それでね、よくわからないけど、鎮守の森にたくさんの人が来た。秋津幽芸の方にもまた人が来るようになって。水色の髪のアンちゃん。そういえば、ハヤトが選んだ扇も祭り用のうちわだったよな。なんだ、ハヤトの兄貴も肝試し大会に参加しただろうが、もしかして鬼カブトムシを捕まえに来たのか。それならこの前俺様が捕まえた。そっか、そういえばイットってまだアヤトの正体を知らないんだよな。でも本当にホッとしたぞ。オイラたちがあった変な出来事はお化けのせいじゃなくて妖怪たちの。へへん。本当のことが分かれば肝試しだってそんなに怖くないぞ。おい、お前らはきっと人間と遊びたいんだろ。俺様にはその気持ちが。今じゃ俺らのような妖怪は少数派だ。それで孤独に行動するなんてのはどう。俺様は妖怪でありながら人間界でも顔が利くんだぜ。この稲妻で俺様の名を知らねえやつ。行くぞ、俺様が案内してやる。オイラはもうそんなに怖くなくなったし、あたりを回ってみな。妖怪たちは祭りをやりたいって言ってたよな。さっきまですごく怖かった。よくよく思い返してみると、この前浜辺で祭り関連のものを見。また君たち。私のところですでに散々な目にあったのに。ま、今度こそ手加減はしないわ。ここから離れ。へへん。もうその手には。さっきお前の仲間たちに会ったんだ。もう絶。仲間。そうだぞ。お前らは外で暮らしてる妖怪たちなんだろ。オイラたちはさっきよ。お前は何の妖怪だ。いや、秋津幽芸を遊びたいんだけど。秋津幽芸、ま、こんなのいけないのに。もう少し我慢する。どうしたんだ、お腹が空いたのか。結構憔悴。心配するな、イットはもうお前の仲間を連れて新し。そうだぞ、何にも心配する必要はない。どっちが早くできるか見てみようぜ。勝った人は、ほら、始めるぞ。
はもう勝ったも当然だぜ。いいわ、見てなさい。ほぼ全部真ん中に当たってる。しかも目のくらむような一曲だったな。おいら頭がフラフラしてきたぞ。ルールが変わったって君たちのような初心者には負けないわ。そっか、よく考えてみたら強いわけだぜ。いいぞ、先に言っておくけど、オイラたちができないことや悪いことには乗らない。願い？私は君たちと二度と会いたくない。だからこそ、私の前に二度と姿を見せないで、私に話しかけないで。これは君たちにできることよね。これは私からの最後通帳よ。次に会うことがあれば私は、君たちの魂を取るから。怖かったらもうここへ来ないで。おいらたち何か間違ったことでもしたか？そっか。でもあいつとアキツイットの方はどうなってるんだろうな。あんた、一つ目小僧なん？そうだ。緊張せんでええって。うちは長野原花火屋の宵に。あ、昔すっごく遠い場所からだけど長野原の花火を見。ほんま？ほな約束しよ、また花火持って。ほんと？ありがとう。それと失礼ですが、こちらは楓。いかにも様とつける必要などない。昔野外であなたの剣さばきを目にして、あの時はたくさんの敵と立ち向かっていた。それはおそらく拙者が稲妻から離れた時のことでござろう。お主の言うほどではない。それも上里家当主の助けがあってのこと。そういえばこちらがその恩。もしかしてあの白鷺の姫君。そんなにかしこま、こんなにすごい人と知り合えるなんて。僕、話しかけないのか？すまねえ、オイラは臆病者で。そうか？変だな、俺と話してるときはそんな感じはしないけど。オイラもなんでだかわからねえんだ。五郎様と話すときはペラペラしゃ。この三人の中で肝っ玉が一番小さいのがオイラなんだ。前、あ、すまねえ、無意識に自分の悩みを語り始め。大丈夫だぞ、みんな向き不向きがある。大事なのは。なあ、何の話をしてるんだ？俺たちも入れてくれよ。カッパ、初めて見た。こんに本当に荒滝様には感謝するばかりだ。なんて言ったって俺様は。それに俺様が親分やってる荒滝派にいる奴らはみんな名乗って。おい、イット、また嘘つ。みんなは肝試し大会に来ただけで、お前に連れられてきたわけじゃないだろ。くそ、こんな時にバラすなよパイモン。ひひ教えてやるよ。イットはそんなにすごくないんだぞ。稲妻の人脈王といえばやっぱりこのオイラ。なんだと？誰の知り合いが一番多いか。
やるなら付き合うぞ。怖いことなんか。お二人とも喧嘩はやめるのだ。私しかも羨むほどの友情がある。それはそれはもちろん。俺様の子分たちだ。まずい、俺様としたことが。妖怪たちのことばかり気にしてこいつらをビビらせること。親分お前ら帰ってきたか。親分はぁ、あ、親分の賢明な判断を疑ったなんて。肝試し大会マジで怖かった。幽霊、ここ絶対幽霊がいるって。今思い返しても震えが止まらない。だから言っただろ、お前らが信じなかっただけだ。ほらほら、もう怖がるな。俺様からの種明かしだ。本当はだな、ここに幽霊なんざいやしねえ。お前らがだよな。そのすまぬが、このおさ、そなたたちがどこへ行き何を見たのかはわからぬが。ああ、え、いや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 、陽子の姉ちゃん、今は冗談のと、状況はよくわからぬが。お前らじゃないとしたら、まさか肝試し大会に本当に幽霊がいるのか。そうそう、あいつお前らの仲間。お二人が会ったという方は知らぬが、今回祭りをやりたいと思ったのは我ら三人だけ。助けてくれー、おいらたち幽霊に会った。おい、助けてー。おお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 お、落ち着け、とりあえず落ち着け、落ち着け。やかましいな。ああ、お前は天領奉行の平蔵。安心してよ、たとえ幽霊がいたって君たちのうるさい声を聞いたら気絶する。一等、その子分たちを連れて他の人たちに。旅人パイモン、僕についてきて。おう、おう。わかったぞ。ふう、平蔵がいてくれればなんだかちょっと。巫女のお姉さん、変だな、ここには。うわ、これなんだ、見てみろ、掲示板に最後のもの。肝試し大会の最後の探し物は羽子板。どうやらあの巫女は僕たちに三周目を完遂してほしいみたいだね。でも彼女は、まさか次はまさかオイラだったりしないよな。お前とは離れたくないよ。筆跡は乱雑だけど周りに抵抗した痕跡はない。確かに変だね。それにしても字が少し多いな。3試合で使った3つのものはそれぞれ3つ。資金を支援した商人は団子牛乳を選び、人手を提供、そして羽子板は多分鳴神大社の人。意味なんて今はいいんだよ。それよりオイラたち本当に肝試し大会の3周目に参加する。そりゃ噂の豪華御神物にも興味はあるけど、オイラは安全の方が。僕はここに残るよ。依頼はまだ終わって。未知は恐怖をもたらす。